押し目買い戻り売りの目安を測るツールとしては、フィボナッチが有名ですが、押し目戻り目の形成にはもう一つ重要な要素が存在します。それが時間です。僕らが普段生活している24時間のサイクルというのは、古代エジプトが起源とされていますが、押し目戻り目の形成にはこの時間が非常に大きく関係しています。今回はフィボナッチと時間と押し目戻り目の秘密の関係について迫ります。 はい、皆さん、こんにちは。今回の動画のテーマは、フィボナッチと時間を使った押し目買い戻り売りのタイミングの取り方。押し目買い戻り売りといえば、トレンドフォローの基本中の基本ですが、タイミングを間違ってしまうと、エントリーが早すぎたり、エントリーした後に逆行したり、損切りさせられてから狙った方向に伸びていくということになりがちです。そこで今回は、フィボナッチと時間を使った押し目買い戻り売りのタイミングの取り方を紹介します。押し目買い戻り売りが苦手だという方、 いつもエントリーが早くなってしまうという方はぜひ動画を最後までご覧ください。 まずはですね、相場の調整の2種類についてお伝えをしていきたいと思います。相場には価格調整と時間調整の2種類の調整が存在します。価格調整というのは図の左側に示しているように、高値や安値を更新した後に、ある程度の値幅を伴った価格の上げ下げが発生する動きのことを言います。一方の時間調整なんですが、図の右側に示している通り、高値や安値を更新した後に、価格の上げ下げはそれほど伴わずに横ばいの状態が続く動きのことを言います。 こちらはドル円の冷やし2023年1年間のデータを表示したものになりますが、このように高値を更新する動きが発生した後に一定の値幅を伴う下げの動きが発生して、この高値を更新した後にさらに一定の値幅を伴う下げの動きが発生。再び高値を更新すると、 そこからさらに一定の値幅を更新する動きが継続という形で動いていることがわかります。このような動きのことを価格調整というふうに呼びます。一方で時間調整について見ていきたいと思うんですけども、今度はドル円の2024年以降の4時間足チャートを表示しています。このチャートの真ん中付近に注目をしてもらうと、このように高値と安値を切り上げる状況というのが続いていたわけなんですけども、ちょうどここの部分ですね、ここからしばらくですね、このような横ばいの動きというのが継続している状態の期間が存在します。このよう に価格面での大きな上げ下げというのは発生しないものの、横ばいの動きが継続していく調整のことを時間調整というふうに呼びます。レンジ相場とほぼ同義というふうに捉えてもいいと思います。 それでは続いて、押し目戻り目の形成と時間の関係について見ていきたいと思います。先ほど価格と時間の2つの調整があるというお話をしましたが、価格調整が行われる場合でも、押し目や戻り目の形成には一定の時間調整も同時に行われるというのが一般的です。例えば今表示している図に示したように、価格 P の位置まで到達するのに1の時間を要したというふうに仮定します。この P という価格は前回の高値を更新した新値というふうに捉えてください。 その時に押し目の形成が終了して再び上昇の動きに転じるまでには大体の目安なんですけども少なくとも価格 P まで到達するのに要した時間の半分から P 地点まで到達するのにかかった時間は少なくとも要することが多いです。つまりこの図でいくと時間のメモリのところにある1.5から2のところで押し目が収まることが多いということになります。 逆に P まで到達するのに押した時間の半分未満で再び高値や安値を更新することもありますが、そういうケースは相場の勢いが強く動きが早い相場ということができます。よく押し目のない相場ってあると思います。こういった相場では半分に満たない時間でどんどんと高値更新していくことも多いです。このあたりは後半のチャート解説でも触れたいと思います。 はい。また一方で、時間軸の目盛りの2のレベルを超えてくる。つまり、価格 P を形成するのにかかった時間の倍以上の時間を要するようになると、押し目戻り目の形成にかなり時間を要しているというふうに見なすことができます。値動きが停滞しているというふうに報道されることも増えてきますし、皆さん自身もですね、最近あんまり動かないなというふうに感じることが多くなると思います。そしてここでも重要になってくるのがフィボナッチ、特に黄金比です。先ほど押し目の形成には、P までかかった時間の半分は少なくとも要することが多いと、 いうふうにお伝えしましたが、押し目戻り目の形成には時間軸の観点でもこの黄金比に収まることが多いです。黄金比、または黄金分割とも呼ばれますが、黄金比というのはこの長方形の縦と横の比率のように、2つの数の比率が1対1.618になる割合のことを言います。 p まで到達するのにかかった時間を等倍横にスライドした位置。この縦軸の2のポイントになりますが、この1から2までの時間間隔を38.2%と61.8%の黄金比に分割してできる範囲。ここに押し目戻り目が収まることが多いです。時間軸のメモリで言うと1.382から1.618のところですね。ではこのあたりの具体例を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。 チャートは奴隷の冷やし2023年1年間のデータを表示している状態です。ここの高値を更新したこの動きに注目をしてください。ここの高値更新にかかった時間に対して、押し目形成にどれぐらいの時間がかかっているかということを確認していきたいと思いますが、まずは横軸である時間軸に対してフィボナッチを適用するツールを紹介していきたいと思います。トレーディングビューを使っている方はですね、このチャートの左側にあるツールバーのところから フィボナッチタイムゾーンというツールを選択してください。そしてこのツールを選択したら、ここの高値を作った起点の安値のところから高値のところまでこのように横にドラッグをします。この安値のところから高値に向かってドラッグしても同じラインが引きますので、どちらの方法でも構いません。はい。そうするとですね、フィボナッチリトレースメントと同様にこのようにレベルラインが表示されることになります。そしてこのラインをダブルクリックすると、このようにレベルを編集することができますので、このように設定をしてください。そうすると、この赤の縦のライン 2つがですね黄金比のラインとなります黄金比のところをもう一回説明しますとここの高値というのが先ほどの図で紹介した P の高値に該当しますけどもえここの高値を作るのにかかった時間を等倍横にスライドしますそれがこの2のポイントになりますがこの1と2の距離を黄金比で分割したラインがこの2つの赤の縦線ということになります38.2%と61.8%というのは黄金比の分割になってますのでこの01の部分に対して38.2%を足したところが1.3% この01の距離に対して61.8%を達したところが1.618という形になっていますそうすると今回の押し目のケースに関してはこの黄金比のところで押し目が収まっているということがわかると思いますこの38.2%のラインに到達した後にダブルボトムを形成してここがちょうどダブルボトムのネックラインになりますけどもそのネックラインをブレイクして上昇トレンドが継続という流れになっていることがわかりますでは次の押し目を見ていきましょう今度はここの高値を更新したこの動き に対するする押し目でね。同じようにこの高値の更新の起点となった安値のところからこのように高値のところまでフィボナッチのタイムゾーンを引きます。 はい。そうすると今度は38.2%のラインですね。この1.382のメモリのところに到達する前に大きく反発の動きが発生していることがわかります。ここの動きに関しては比較的早い段階で押し目からの反発が始まったケースということができます。動画の前半で相場の勢いが非常に強い場合には高値安値を作った時間の半分にも満たないで再び上昇下落することが多いというふうにお伝えをしましたが、近年の相場でこのような例を挙げると2022年のドル円相場ということができると思います。 2022年はアメリカの中央銀行にあたる FRB の積極的な利上げと日銀の金融緩和の継続により日米の金利差が非常に意識されて円安が急激に進行した1年でした。この時のの時時動きを時間軸の観点から見てみましょう。 この赤の縦線のところが FRB の利上げ開始ポイントです。手前の部分を見てみると、このような横ばいのレンジ相場が継続していたんですが、利上げが発表された数日前からですね、このレンジをブレイクしました。はい。そして利上げが決定された後は、このように一直線に上昇する展開となっています。 最初に小さな反落が発生したこちらのポイントもほぼ一瞬で終了しています。ここも一応ですね、時間間隔を見ていきたいと思うんですが、ここの高値を作った起点の安値からこのように横軸の幅を見てみると、このポイントに関しては38.2%に届かない段階で反発が始まっていることがわかると思います。続いて最初の目立つおしめとなったここの部分についても見ていきたいと思います。同じように高値更新の起点となった安値のところから、この反落が始まる前の直近の高値というのがこちらの高値になりますので、ここまで引いてみると、 やはりここに関しても38.2%に届かない段階から再び反発が始まっていることがわかります。価格軸に対して引くフィボナッチ、フィボナッチリトレースメントにおいても、惜しみがないで上昇していく相場というのは 38.、38.2%の水準にも満たないで相場の動きは継続していくことが多いですが、時間軸の観点でも同じことが言えます。 それから次の大きな押し目であるここの部分について見ていきたいと思いますここの高値をブレイクしたこの動きについて注目をして高値更新の起点となった安値のところから高値のところまでこのようにフィボナッチタイムゾーンを引くと今回の押し目に関してはちょうど黄金比のところで押し目が収まっていることがわかると思いますこれも先ほどの例と同じですけども38.2%のゾーンに到達してこのようなダブルボトムを形成してこのネックラインをブレイクしてから上昇が再開していることがわかりますそれから動画の前 前半にに紹介したた時間調整のとところについいいいてても見ていきたいと思います。今ちょうどこの赤の点線の平行線で示したところですねこのように横ばいの動きが継続していたところです相場の直近の流れを見ていくとこのように推移してきていますのでここの高値を更新した最後ここの部分の動きについて見ていきたいと思います この高値を更新した起点の安値からこのようにフィボナッチタイムゾーンを引くと、ここのポイントからこのポイントまで到達するまでの2倍以上の時間をこの横ばい調整に費やしていますので、この横ばいの調整というのはかなり時間が長かった期間ということができます。このように調整が長引いているかどうかの一つの目安としては、この2を一つの基準にするといいと思います。はい、それでは最後に時間を使って押し目戻り目形成を見極める方法について解説をしていきたいと思います。 これは結論、時間軸で38.2%から61.8%の水準に達した時のプライスアクションに注目するというものです。押し目、戻り目の見極めの基本というのは、下げ止まり、上げ止まりの動きを見極めることです。はい、どういうことかというと、押し目というのは、買い足で見ると一時的な下降トレンドえ、こういうような上昇トレンドが発生している場合の、この押し目の部分というのは、この買い足で見ると一時的な下降トレンドが発生していることが多いです。はい、同様に下降トレンドにおける戻り目というのは、この戻 り目のところですねこのように買い足で上昇トレンドになっているということが多いですので時間軸の観点で黄金比の水準に来たらこれらの買い足レベルの一時的な上昇トレンド下降トレンドが止まる動きというのを確認します例えばレンジ相場を形成してそこのレンジをブレイクしていくもしくはダブルボトムや逆三損といったトレンド転換を示唆するチャートパターンが出現するこういったサインを確認する作業になります 例えばこちらは先ほども紹介したドレーンの冷やしチャートですけども押し目の黄金比のところでこのようなダブルボトムを形成してネックラインを割ったことでこのダブルボトムが完成したことになるのでつまりこれが下げ止まったサインとなりますはい、ですのでその後からロングを狙っていけばいいということになります こちらはポンドドルの4時間足。2023年6月以降のデータを表示しています。チャートの左側の部分を見ていただくとわかりますが、上昇トレンドが発生しています。そしてこのチャートの真ん中付近のこのスイングローに注目してください。ここは上昇トレンドにおける最後の高値更新の起点となった押し安値の位置ですが、ここをブレイクする動きが出たことで、手前の上昇トレンドが一旦終了する形となっています。そこから再び上昇して戻り目を形成しているというふうに見ることができますので、ここの部分の動きというのを1時間足で見ていきます。 いいきたいと思います今1時間足の方に切り替えました4時間足の戻り目がこのような上昇トレンドで形成されているということが分かりますそして4時間足で押し安値をブレイクしたここの動きですねこの動きに対して戻り目形成にかかる時間を計るためにこのようにフィボナッチを引いていきますはい2つのラインで囲まれたところここは時間軸の黄金比になりますのでこの辺りで何らかのプライスアクションが起きるかどうかというのを確認していきますではこの後の動きを確認していきましょう ここの部分の動きに注目をしてください。今、黄金比の水準に差し掛かって、このように大きく反落する動きが出ました。そして、この反落の動きによって、1時間足の上昇トレンドの最後の高値更新の起点となっている、ここのスイングローですね。ここが押し安値になりますが、え押し安値ブレイクする動きが出ましたので、ここの1時間足の上昇トレンドは一旦終了したということになります。つまり、4時間足の戻り目形成が終了して、これから4時間足の下降トレンドがスタートする可能性が出てきたということになります。 いますので、ここからですね。戻しを形成してきたところから売りを狙っていくという考え方です。この後の動きというのはこのような形になりました。戻しを形成したところで、少し揉み合うような展開を見せた後に、そこから反落していく形となりました。 今回は時間軸の黄金比のところに到達して1時間足の押し安値をブレークするというプライスアクションが発生したわけですがこの水準でレンジを形成してそのレンジを下にブレークするであったりとか3ゾーンやダブルトップのような値動きを確認してもいいわけですこのように時間軸の黄金比の水準で発生したプライスアクションに注目して押し目買いと戻り売りのタイミングを測っていくと いうのが今回の方法です。時間の観点でも黄金比という水準に着目することで、早すぎるエントリーを防ぐことにもつながりますので、今回の内容をぜひ参考にしてみてください。 はい。ということで、今回はフィボナッチと時間と押し目戻り目の関係性についてお話をしてきました。相場は価格と時間という2つの軸で形成されています。普段はどうしても価格という縦軸で語られることが多いですが、今回紹介した時間という横軸も非常に重要な概念です。時間を意識しながら相場を観察すると徐々に動きに慣れてくると思いますので、ぜひ取り入れてみてください。今回は時間の観点からフィボナッチのお話をしましたが、フィボナッチを価格面から解説した動画もありますので、合わせて視聴してください。 用意していただくと、押し目戻り目の形成についてより理解が深まると思います。また押し目買い戻り売りにも使えるトレンド転換の見極めにはこちらの動画が参考になるでしょう。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は、ぜひ高評価をいただけると、次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。